はい今回は自民党の裏金問題の陰でやばい法案が通ったニュースこちらを考えてお話ししていきます今回もよろしくお願いいたします、えー、このニュースですねほとんど触れている方がいないんじゃないかと思うんですがこれとてもヤバい話なんですねで自民党の裏金の件で、えー、騒ぐんでその裏で何か違うことがあまあ行われているんじゃないかっていうまあ注意していたらまあこういったことがあったとで 今回の件でも分かるんですが、まあ、どの政党が日本国民のことを考えている、あるいはですね、どの政党が日本国民のことを考えていない、有事に向かわせるか、そういったことが分かります。で、どういうことかっていうと、この自民党の裏金の件を騒いでいる最中に、この本当にとんでもない法案が、まあ、衆院を通過したんですね。で、このとんでもない法案に、まあ、賛成した、まあ、ところと反対したところっていうことで考えていくんですが、まあ、これはどういうことかというと、防衛費に関する法案なんですが、 えーまあ、このとんでもない法案に、えー、賛成したのが自民、公明、維新、国民民主のこの4党なんですね。で、この4党っていうのは憲法改正を、まあ、推奨してる、まあ、改憲派なんですよで。つまり日本国民と対立するこの4政党です。自民・民民公明・維新・国民民主です、す反対したところがですね、えー、通常はあいつものパターンで言えば、まあ、社民、令和、共産なんですが、今回は立憲も入ったんで。 この立憲、共産、令和、社民の4党が反対したんですね。だからこの4党っていうのは日本国民のことを考えているわけですよ。まあ、僕はちょっと立憲民主党は好きではないですけど、明らかに今回のこの判断っていうのはまあ立憲の考えは正しい、まあ、つまり立憲、共産、令和、社民は有事にまあ否定的であるということは分かるんですね。で、まあ、どういうことかっていうと、まあ、防衛費、軍事費の話なんですが、 あの、そのまあ兵器をですね。ローンで買うっていうま。そういった。まあ高額なその兵器の分割払いを当たり前にできるっていう法案が衆院を通過したんですよ。本当にこれまずいんですね。3月20日なんであのつい最近のこれ話なんですが、まあどういったことかっていうことを考えていきます。自衛隊の武器をまあ製造企業との長期契約でまとめ買いできる。まあ、その方法を。 まあその法の改正案が3月19日にまあ衆院本会議でえまあ賛成多数で可決したということなんですね。で、まあ、この防衛費のことに関しては、皆さんも思ってらっしゃると思うんですが、まあ、そもそもね、えー、どうしたらいいのかというと、国債を発行すればいいんですよ。で、そうすればいいんですが、それをしないんですよね。で、岸田はこの防衛費、えー、まあその大幅に増えるとか、どうのこうのとかっていうのを言ってるんですが、まあ、この。 10年の分割払いっていうことを例外として認めるっていうことを言ったんですよ。で立憲共産がこの分割は反対したんですね。この財政悪化を招くっていうことで、まあ、財政面もそうですがこの有事の観点でどん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 緊張に向かっていきますからで2022年の12月に閣議決定した 安全保障関連3文書の防衛力整備計画の中で、ですね、まあ、この長期契約の適用拡大ということなんですよ、でこれをまあ目指すということなんですが、こんなことをしてはいけないわけですよ、だからどん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 有事の方向に向かうわけじゃないですか、で何を思ったか知りませんが、まあ、この財政状況が厳しい中で、防衛力を確実に増やすためとかって言ってるんですが、全く意味不明なんですよ。 単純にこういったものを買うことによって、アメリカにお金が流れている、あるいはですね、まあ、日本国内の、まあ、もしかしたら、その軍需産業の、まあ、そういったものの資金になっているということで、で、これってもう分かってるんですよ、防衛費をもし必要ということであれば、国債を発行すれば解決するんですね、別に増税なんてする必要もないんですよ。 で、で財政が厳しくななることもないんですよ。まあ、僕はそもそもこの防衛費の増額とかに反対なんでねいちいちこんなこと思いませんが国債をは防衛国債っていうことですそうすればあ、ね、こと足りるんですがそうしないわけですよ。でこのお、まあ、3月15日にですね、まあ、立憲民主党のこの志名武という議員が防衛費を膨ら,膨らませるとかっていう時に国民に増税お願いできない、えー、ならね まあ借金でやるしかないとかって言ってるんですが、この品っていう人もこれ言ってることがおかしいんですね。国民に増税を求めること自体がおかしいわけですよ。防衛国債を発行すればいいんですが、まあ、そうは言わないと。で、もうどん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 こういった、ねまあ、方向に向かっていくと。で、この共産党の赤峰っていう議員がですね、まあ、2024年のこのローン残高が2015年度と比べて3.3倍の。 14兆2000億円に膨らんだとだからこれ安倍の時ですよね安倍の時にアメリカからねガラクタを買ってそのまだローンがあるにもかかわらずそこにどん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 金をまあ何て言うのかな増していくとで意味がわからないんですよその長期契約はあね軍拡の財源を保障するものでずっとそういうふうにするっていうことは認められないって言ったんですが岸田っていうのはもう全くもう。 武器購入の、ねえー、予算を関係なくどどどどんどんんどんしているってことこですだから岸田のしてることっていうのは日本がですね平和国家としての在、えー、り方と完全にもうかけ離れたことをやってるわけですよ。で岸田は武器輸出ルールを定めた防衛,防衛装備移転三原則っていうのを改定しましたよね。で、えー、日本がですねそのミサイルとかそういったマルチョン能力を持つ武器輸出することができるそういったものに日本を変えたんですよ。 つまり何を意味してるのかというとどん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 日本が有事の方向に行くわけですよ。日本の憲法9条とかねそういったものを全く無視してるわけですよ。ここんななとやっていいわけ、えー、やってい,いわけないわけけですよねで。そういったことをまあしているっていうこの,、まあ、あのニュースがね、まあ、出ていたんですがほとんど注目されていないんですね。 だから岸田のしていることっていうのは安倍もそうですがこの自民党、安倍、岸田のしていることっていうのは完全にこの日本の平和国家としての在、ねえー、り方を全くもう無視している憲法を無視している、えー、つまり日本をですね、有事に向かわせていることを岸田はしているわけですよ。で、あのーまあ、真面目に話してますし皆さんもこちら思っていると思うんですがこれなんでこんなことになってんのって話なわけですよ。 僕たたち日本国民のためのめ政治でではないですよねだって日本国民っていうのは別に増税も望んでいなければ別に防衛費のねそんなあどん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 防衛費を増して加算でいくことを望んでいないですよねまあそういったことを防ぐためになんか意味がわからないこと言ってね諸外国が攻めてくるとかって言っても攻めてきませんから単純にこれはどういうことかというと創始国米の言いなりで。 日本がどん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 そういった防衛費、軍事費をかさんで、金をどん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 使ってるだけなんですよ。で、挙句の果てに意味のわからないことで、日本は借金が膨らんだとかって言ってるんですが、全く国民のことを考えていないでしょ。で、今回の件で分かったじゃないですか、自民、公明、維新、国民民主っていう、この憲法改正をするその4党っていうのは、防衛費、軍事費に関しても、どん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 増していくっていう考えなんですよ。で あの僕たち国民は何を、ねえーまあ、あの望んでいるのかというと、例えば減税を望んでいるわけですね、消費税の廃止、消費税の減税、あるいは社会福祉の充実とか、あるいはですねその高齢者の方であれば年金をきちんともらうとか、そういったことなんですが、全くそういうことしないじゃないですか、大増税でしょ、で社会福祉とか年金をどんどん削減するわけじゃないですか。だから岸田、あるいは自民党、自民、公明、維新のしていることっていうのは、日本の創始国、米の、まあ、言われるかもまま言いなりなんですよ。 完全に日本国民のことを全くもう見てもいない。で、まあ、自民党がおかしいっていうことを、まあ、いつもお話してるんですが、公明党のおかしさっていうこともちょっと分かったんで、今度、公明党のおかしさについて最後に少し、えー、触れていこうと思います。まあ、事故を揃っておかしいということです。それは何かっていうと、自民と公明がですねこの戦闘機の輸出を、まあ、することを、まあ、密室で、えーまあ、協議したわけですよ。で、えー 公明党っていうのはあ反対のポーズを取っていたんですがあくまでポーズで全くのでたらめで裏で自公でつながっていたんですねで公明党の山口がですね、えー、その自民党の承認刊門かなあそういったものに関してはハードルが高いとかって言ってるんですよ自民党の裏金の、えー、承認刊門、えー、についてはハードルが高いとかって言ってるんですがなんでって話じゃないですかきちんと自民党の裏金の、ねえー、議員を追及するように承認刊門をさせるべきなんですが 自公で分かったんですですね。まあ、事故ですから自民公明が裏でぐるとだから公明党の支持者っていうのはこういったことに気づいて、えー、反対する必要があるんですよどういうことかっていうと自民公明の2つの政党がですね、この丸,丸小能力のある輸出武器輸出をですね、えー、まあ,あ、まあ、なんていうのかな容認するで今度は自民党の裏金脱税そういったものもすべて容認するでそれで、えー、裏でですね自公で手をつないでいるわけですよ 話にならなないいじゃないですか。こういったことが分かったのであの、まあ、皆さんも思ってらっしゃると思いますが公明党の山口がですね自民党の裏金議員の承認勘も非常にハードルが高いとか いいやいや本当にね自民党の裏金の件を追及するんであればどうにかこうにかして自民党の議員を承認喚問させるように努めるべきでしょしかしそういうことは全くしないわけですよだから公明党も自民党のその裏金の問題をうまくのらりくらりかわそうとしてるってふざけてるとしか思いませんからねから今回の件でも分かりましたけど、えー、まあ自民公明自公政権が日本を悪くしてるってのはそうですがそこに維新国民民主っていうものがですね この防衛費、軍事費の件に関してどん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 ん拡大をしようとして本当に日本のですねあんあの、まあ、安全、平和のあり方を公開しようとしているとそういったニュースがですね、まあ、話題になっていたんですがほとんど取り上げていないのでちょっと僕に分かる限りお話しいたしましたこの件ですねまた調べてみて分かったらお話しいたしますとにかくこういった状況になっていると国民が気がつかないと大変なことになってしまうと、まあ、そのように思いますということで今回はここで終わります。 最後まで聞いていただきましてありがとうございました。